大和安楽寺は、愛知県蒲郡履式与田町にある浄土州西山、深草派の寺院。三号は、楠の麒麟山。陰号は、郷院。本尊は、阿弥陀如来。三河十二本寺の一つで、又町有寺、長泉寺、天下津ンと共に、西郷履の四大寺の一つでもある。大英十五年小国商人が道具を混流し、元宿の宝蔵寺から、 幽霊商人を招いて創建された。この近辺には以前、平安時代に弱小が創設した天台宗の管学院があったが、道院の衰退を受け、その達中、和合院の本尊の阿弥陀如来を譲り受け、本尊としている。16世紀に西の軍領主となった徳川家康の聖母、お台の方の後沿いの夫である、久松都勝の菩提寺であり、 平成27年の火災で失われるまでは、お台の方の遺廃も安置されていた。天正15年に、久松利勝が死去した後、住職から伝通隠語を受けた、お台の方が、2年間当時に居住した。寛永7年、久松利勝の次男で、徳川家康の弟にもあたる松平高原が、本堂を改築した。平成27年10月25日、 寺関係者による焚き火の飛び火が原因で、本堂、住居、位廃堂、寝社課堂及び首労などが全焼したほか、蒲氷市文化財、稲中敷新城などの古文書4点が行方不明となったが、大黒天立像は関係者により救出された。以下はすべて、蒲氷市指定文化財である。建造物彫刻工芸文書安楽寺から歩いて10分ほどのところに、 樹齢約千年と推定される、清田のオークスがある。ありがとうございます。